はい、どうも。今私はね、三重県の鈴鹿市にいるんですけど、今からね、ちょっと東名阪自動車道に乗って、なんか臨時のパーキングエリア、駐車場がね、なんか東名阪自動車道にできたらしいので、ちょっとね、見に行ってみたいと思います。はい、鈴鹿からね、どうやら亀山方面にあるらしいので、ちょっとね、鈴鹿インターがこの近くにあるので、そこから高速に乗ってみたいと思います。鈴鹿インターにあるこの鳥居ってね、私これ何なのかよく分かんないんだけどね、なんか分かる方いたら教えてください。なんか神社があるんだろうかっていうねはい、ではね、鈴鹿インター乗りたいと思います。亀山ジャンクションとか亀山パーキングあるんですけど、その手前にね、臨時のパーキングができたらしいので、体験したいと思います。なんかちょっと面白いものがあるかもしれないので、ていうかね、外がねめちゃくちゃ暑そうなんだよね。なんかさっきまでね39度とかあったみたいなんですけど、今はまあ車の温度計では36度になってるんで、多少マシになったんではないかと思われるんですけど、まあちょっとね、外を散策したいと思います。はいはい、というわけで鈴鹿の臨時駐車場に来ました。はい、まあ、ここ何があったのかっていうと、まあここ実はね、東名阪自動車道の鈴鹿本線料金所がありました。はい、で鈴鹿本線料金所っていうのは結構前にね廃止されて、何もなかった、なくなった、そのままずっとこの空き地だったんですけど、これがね、実は料金所の名残っていうのかな、これブースのね、係員さんたちが通るための地下道だと思うんですけど、違うな、これ料金所だな。そんなね、
物も残ってたりします。はい、おいで、この奥側があの大型車専用ですね。はい、大型車専用なんですけど、あのね、まあ、普通車専用ゾーンが非常に分かりづらい、非常に分かりづらくて、なんて言ったらいいんだろう、入ってすぐ U ターンするような感じで普通車エリアになります。はい、それどういうことかっていうと、これを通り過ぎるとあの普通車専用エリアには入れないっていうことですね。はい、なので、まあ、仕方なく大型車ゾーンに普通車が止まってるって感じですけど、うん、看板がね分かりづらいんですねでこっちが完全に本線ですね。はい、でこんな感じでなっております。でこの奥に大型車専用ゾーンとトレーラー専用がありますね。はい、トレーラー用のレーンが果たしてその 25m 対応なのかちょっと分かんないんですけど、まあまあ大きめに取られてますね。はい、でまあ、この臨時駐車場、普通車専用、普通車マスが15台、うち1台が障害者専用マスで、大型車専用が22台で、トレーラーが3台分あるのかな、そんな感じですね。22台の中にトレーラー用も入ってるのかな、うん、っていう感じですね。で一応ね、あの向こうの方にねあるトラックが止まってるんですけど、これはね仮設トイレみたいですね。はい、とっても変わっている。まさかこんなトイレがあるとは思わなかった。だけみたいですね。ちょっと自動販売機もあるのかな、そんな感じになっております。はい、これさあっちのトイレまで行くとどうなるんだろう。ちょっとじゃあ行ってみようかな。めちゃくちゃで、ね、暑いんだよ暑いんですね。はい、でなんでここが作られたのかっていうと、まあやっぱ昨今の駐車場不足、大型車の駐車場不足問題にの解決するために、まあ、ここら辺にあるパーキングエリア、サービスエリアも順次あの拡大工事、駐車場を増やす工事をしていきますということで、ただ工事をするために今ある大型車専用の駐車場が若干減るらしいんですよ。工事をするために若干減るということで、でそれを不足分をまあなんとか、まあ、穴埋めするためにここをちょっと一回作ってみようみたいな感じらしいっすわ。はい、でね、うん、どうやらこの辺で言うと伊勢湾岸道、湾岸長島下り、東名阪亀山パーキングの下り、亀山パーキングの下りはこの先にあるので、まあ、この先がね駐車場を不足するってあれば、まあ、ここで作ってあっても別に問題はないという。で土山サービスエリアの下り線も同様に、まあ、工事でちょっと減るかもしれないので、増やすという、まあ、ここでねちょっと利用してもらうっていう感じでやってるみたいです。はい、でね、私ね勘違いしてたんですよね。最初勘違いしてて、最初これ上り線にあると思ってたんですよね。はい、上り線の方が多分きっと需要があるだろうなと思って、この上り線にあるだろうと思って実は亀山から鈴鹿の方に走ってたんですけど、ねえなと思ってよく見たら反対車線にあるなと思ってびっくりしたんですね。本当にあそっちにあるんだと思って、いやまさかそっちにあるとは思わなくて、うん、っていう感じでね、一回ね通り過ぎてまた戻ってきたって感じなんですけど、はい、そういうね、はい、ちょっと私がね勝手に罠にはまってしまったんですけど、まあ、そんな感じでね、ここがね7月30日にできたばっかりなので、はい、非常にねアスファルトのいい匂いもプンプンしております。はい、
いやちょっとどうなんだろう、向こうまで行ってみるか。行きたくないんだけどな、暑くて。はい、というわけでトイレがある方まで来ました。なんか仮置き中って書いてあるプレハブが2つあって、お静かにお願いしますっていう看板とゴミ箱がありますね。はい、まあ、ゴミ箱があるけど、まあ、そんなにめちゃくちゃ持ち込まないでくださいって感じですね、多分。で、こいつがトイレですね。斬新だな。水、手洗い場があって、この水は飲みませんって書いてあるんですけど、今日多分お湯になってんじゃねえかなと思うぐらい熱いんですよね。はい。あーで、まあ、要はトラックの荷台にね、トイレのプレハブが乗ってるので、ちょっとバリアフリーではないですね。あ、多目的用のトイレもね、多分使えなくなってますね。はい、ていうか上がれんもんね、階段がないっていうねことになってますね。こん中冷房あるのかな。ね、なかったらちょっと地獄のように暑そうなんだけど、大丈夫なのかしら。あ、でもなんか電源みたいなのが来てるから冷房あんのかな。ちょっとカメラは回さないけど、入るだけ入ろうかな。なんかいつの間にか覆面がカットパーがいるな。ちょっと入ってみたいと思います。このねトイレね、すごかった。まず入った瞬間にエアコンがね効いてて、とても涼しい。そしてちゃんと水洗も普通の家庭用の洋式のおトイレと一緒、ウォシュレットもついてるし、汲み取り式じゃない。すごいですねこのトイレ。うん、エアコンがついてるっていうのがびっくりした。ちゃんと紙もあるしね。当たり前だけど、でちゃんと水も流れて、ウォシュレットもあって、エアコンがついてました。完璧っていう感じでね。ただ一つしかなかったですね。男子用はね、普通の洋式の便器が1個だけって感じで、1人しか入れません。はい。なので、でも小便器もないので、1人しか本当に使えないって感じですね。はい。いやーすごいな。まあトイレがね、おトイレがあればね、まあありがたいですね。はい。そんな感じで、もうここはね、もうパーキングの出口なので、合流車線どのぐらいあるんだろう。まあまあ長いね。まあまあゆとりがある感じで、いい感じに使われてますね。いや、私は上り線にあると思ってたんだけど、ねえ、下り線にありましたって感じです。じゃあ、ね、そんな感じです。じゃあちょっと一回向こうまで戻りたいと思います。地獄のように暑い。やはりね、料金所跡地だけあって、ここの料金所のブースの跡がやっぱインパクトありますね。はい。これなぜぶっ壊さなかったのかちょっとよくわかんないんですけど、なぜ一つだけあるのかっていうね。まあここだけ奇跡的に邪魔になれなかったポジションにいるから壊さなくてもいいかみたいなことだったのかもしれないですけど。まあね、これで結構ね、ここのなんていうのかな、日差しがあるところに多分料金所があった。料金所の係員のおっちゃんが寝泊まりはしてないけど、あのね、お金を受け取ったりする箱があったと思うんですけど、まあ、見てくださいよ、このコンクリートのめちゃめちゃこの分厚いこの構造物。これならね、時速100キロで大型トラックが突っ込んでも多分ね、ここの多分おっちゃんが守られるっていう、多分ね、それぐらい安全に作られてるってことなんでしょうか。ねえ、いや、たまんないもんね。こんなところにさ、時速100キロの大型トラックが突っ込んできたらさ、死ぬよね、吹っ飛ばされるもんね。それから守るためにめちゃめちゃ頑丈に作ってあるって感じですね。はい。これね、地下道かなと思ったけど、地下道は多分ね、あれですわ、なくなってると思う。地下道があるんですよね、料金所には実は。はい、多分ここのアスファルトの色が変わってるところに穴があったと思うんですよね。はい、
穴があって、どうやら多分ここから出入りしてたと思うんですけど、埋められてる。あ、違うわ。あ、地下道、あ、下に行けるわ。え、どうなってんだこれ。あー、ちょっと分かんないね。あー、ちょっと分からないですね。あ、これ地下道ですわ。地下道、地下に続く何かしらの階段っぽい構造物がありますが、ちょっと謎。どうやら間違えて紛れ込んでくる車も何台かいますけど、まあないよりはマシかなっていうレベルだと思います。はい、いやね、まあでもね、多分ね、そんなにね知ってる人も少ないと思うので、仮眠するには静かでいい場所かもしれないです。はい、穴場ですね。はい、っていう感じで、あの東名阪道下り線鈴鹿のね、臨時のパーキングエリアって言うのかな、よくわかんないけど、臨時のね駐車場を見てみました。じゃあよろしければチャンネル登録の方よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。